超能力がないと何もできないってことを認めたくないんだと思う。違う！寝言を言うな！僕とお前じゃ何もかも違うだろ！同じだよ。僕から見れば凡人だもの。頑張る！超能力がこもってない。僕は何をしている？なぜこうなった？くそ、お前だ、お前のせいだ。常にパーフェクトだった。エル君また100点だったの？力さえ使えば何もかも思い通りになった。なんだよ今のシュート、すっげー。すいませんでした。もう勘弁してください。そんな僕の世界を。クッキー作ったんでよかったら。お前が、お前という存在がぶち壊った！使え！超能力を使えよ！ダメだ。人に向けたらダメだ。来るか。なんだよそれ。どこまで僕を否定する気は。なあ影山、筋トレを始めたと言っていたな。努力しても所詮その程度ということだ。人はそう簡単に変われないんだよ。もう諦めろ。超能力を使え。でないと僕はお前を返してよ。僕たちのお年玉返してよ。小学生が調子こくなよ。殺すぞリツ。てめえはと言ってる。兄さん。そ、痛いよ兄さん。変わる。使わない。僕は変わるんだ。おい影山、おい、おい起きろよ。待て、僕を置いてくな。影山、影山茂雄と花沢照樹、超能力者同士の対決はついに決着がつかなかった。互いの拠り所を拒絶し合った結果、そこに勝者はなく虚無感のみが両者の胸に深く刻まれる結果となったかに思えた。なんだそれは。やっとやる気になったのか。それでいい。結局お前も信念を貫けないんだ。よし来た、ファイダイマンや。影山、我慢できずに超能力を使いやがった。てめえも人に向けて使ってんじゃねえか。結局お前も。あれ、こいつ意識がないのか。じゃあなんだよこの力。なんだよ、僕の力が影山に吸い込まれて。いや、それだけじゃない。大気中のエネルギーもこんな膨大な器を持っていたのか。テルはそこに触れてはいけない何かを感じていた。異質、正体不明。嘘だろ、僕は何を目覚めさせてしまったんだ。もう十分だ、僕が悪かった。超能力はもう一人向けないか。